岐阜市によりますと、去年2月、岐阜市民病院に勤務する医師から超過勤務手当が法令通りに支給されていないと指摘があり、未払い分を支払うよう請求を受けたということです。指摘を受けて病院側が検討した結果、2019年2月から今年2月までの超過勤務手当や時間外手当など、医師234人分に対する未払い分、合わせて4億6100万円を支払うことを決めました。支給対象者の中には、90人の退職者も含まれているということです。岐阜市は今後、労働時間の判断基準を明確にし、新たなシステムを導入するなど、適切な労務管理を徹底するとしています。